ブルクエーブラハは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、オーバーフランケン行政管区のバンベルク軍に属する、市場長で、ブルクエーブラハ行政共同体の本部所在地。ブルクエーブラハは、主体ガーバルトの東門にあたる、ミットレールエーブラハ側が、ラウエーブラハ側に注ぐ河口に位置する。連邦道、B22 に面し、そのバンベルクとエーブラハのほぼ中間にあたる。リスベルク、 指定がラハ、フレンスドルフ、ポンマースフェルデン、ミュールハウゼン、シュリュッセルフェルト、ブルクビントハイム、シェーンブルニームシュタイガーバルト、バルスドルフ市場長ブルクエイブラハは、公式には27の地区からなる。このうち、孤立農場などを除く集落を以下に列記する。この町は1023年に初めてアーブスイブレイヤ、として記録されている。神聖ローマ皇帝ハインリヒ2世はこの町を、 ビュルツブルグ司教に寄贈したが、1377年にバンベルク司教本部に売却された。ブルクエーブラハは、近隣の40以上の村が属す教区の中心となった。市場の開催権は、1472年8月21日にバンベルク司教、ゲオルクフォン・シャウムブルクにより与えられた。1499年、市教らの西願により3つの防衛塔が建設され、 このために町に税が課された。七室の草原と二つのエイブラハガワートが長年に渡って敵の襲来を妨げており、私壁を築く必要はなかった。このため、フス戦争でもドイツ農民戦争でもブルクエイブラハが戦いに巻き込まれることはなかった。1550年にブランデンブルククルムバッハ編脅迫、アルブレヒト・アルキビアですが、 1632年2月16日には30年戦争のスウェーデン軍がこの町に強奪と焼き討ちの被害をもたらした。1803年の帝国代表社会議主要決議の結果、バンベルク市教本部領はバイエルンに編入されることとなった。この地域の人口は1970年4761人。 1987年6212人、2000年6479人であった。2014年以降、ヨハネス・マカイア・ジョンザイクが町長を務めている。ミカエル最後の日曜日、9月最後の週末か10月、最初の週末に開催される、今日開催は、町外にもよく知られている。また、年4回には、市場が開かれ、楽しむことができる。見どころは、 ブルクエイブラハは、海中心都市であり、病院が存在している。ブルクエイブラハでは大変多くの商店が営業している。また、大規模な自動車下請け企業や、オンラインショップとして、世界的に名高いミュージックショップゾーマンがこの街の経済力を向上させている。ブルクエイブラハを、修道ストリート2262と、連邦道 B22 が通っている。アウトバーンへは、 シュリュッセルフェルトインターチェンジカポンマースフェルデン、インターチェンジを利用する。ありがとうございます。